井さん、はい、まあ、今日当然、ね、あのロドリゲス監督と徳島の選手たち、そしてサポーターを巡ってのサイドストーリーももちろんなんですが、はい、あのスペースで岸本、ゴール前には選手が揃っています。クロスが来た、かきた、しかし西川ドンピシャリのヘディングにドンピシャリのセーブ。いやー、これまた岸本選手からのクロスですけども、まあコントロールしてね、簡単。おっと、これもミスになる。柿田が収めて岩尾に預ける。岩尾が長い助走からのシュート、フラッシング。ここも西川の右手が伸びました。いやー、これ難しい対応だったと思うんですけどね、まあ、岩尾選手これディフレクトしてからの、より分かりやすくするように3トップにはしてますよね。さあ平野から秋元に入る。ゆるきが越えていく。秋元シンプルにクロス、逆サイド、ユンカー。しかしキーパー上福本の正面でした。まあ、そのあたりも気になるところではありますが、今日は強行出場。さあこのフラッシングのボール、柿田が拾って前は空いている。さあ柿田仕掛けて、マークはショルツ、シュートを狙った、ポスト。雨がまた降り始めまして、かなりスリッピーなコンディションに変わっています。左サイドで受けます。ゆるきの裏のスペースを狙ってきた。ゆるき仕掛けてクロスを蹴った、シュート。最後は関根でしょうか、仕留めました。浦和関根、徳島戦2000連発。江坂選手2人で崩したような、まあ、ここ2対3、4対2の状況でしたから、はい、ここもね、最後ゆるき選手よく落ち着いて見ましたし、まあ、この江坂選手のパス股抜きからですからね、これ、最後も股抜いてますけども、これは完全にあのロドリゲス監督の采配が当たったということでしょうね。当たりましたね。左の西谷、その内側をジエゴが越えていきます。真ん中で藤田ジョエル、縦に行って宮城スルー、綿井が前空いたか、シュート。いやー、これ藤田選手からね、いい縦パス入りましたよね、渡井選手に。前半からほぼ徳島のペースでは続いてましたから、まあ後半立ち上がりで。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification